またぜだな。どうもみなさん、やハロー、タイチです。さて、今回もヒガンテをやっていこう。パート4かな？あ、パート5かな？そうそうそう、こいつだったな、確か。どうするんだったっけ、確か。あ、そうだ、思い出した。思い出したよ。そうだ、こいつだ。じゃあ言うぜ、ヒヒヒ。私は時を表す。私は生まれたばかりは水滴のっぽのツルツル肌。時を経るにつれて小さくなっていく。私は誰かがいないと何にもできない。さあ私は誰？なるほど。これが分かんなくってやめちゃったんだっけかな。なんだっけ。ヒントなかったんで、確か一通り聞いても。私は時、あ、4文字までしか入らないのかな。時を表すんでしょ。でツルツル肌、最初はね、生まれたばかりは。でもその時間が経っていくと小さくなっていく。わかった、完璧。石鹸でしょ。たわし。びっくりした。ひゃ。正解だ。よっしゃ、来た。鍵はやるよ。いや、来たね、ろうそくか。なるほどね。確かに、最初はツルツルしてるもんね。で、火つけて、時間が経つと、小さくなっていく。なるほどな。おく、てめえ、便所に、てめえ、この野郎、おめえ、便所に鍵落としやがったな。おい、ふざけんな、あの野郎。ぶっ潰しやるからな。あれは。鍵を手に持っていたようだ。無事に見つけられたみたいだな。空いた場所に入るかもしれない。行ってみよう。あれ、ここじゃなかったっけ、鍵。あ、とりあえずセーブセーブセーブ。よかったね。大丈夫だったね。便所に落としたって、あれ、あの女追いかけりゃいいのかな。ひよりちゃんね。ひよりちゃん追いかけりゃいいのかな。なんだこれ。うん、これは霊宝珠の破片か。そうか、扉が開いたことで術が解けたんだな。この状態なら触れるか。無理だ、俺にはそんな力はない。砕けたせいか力が弱まってるようだ。何かで爪なんとか持ち上げるしょ。なるほどな。入れるのか、ここは。何かで包め、何かで包めって言われてもわからないよ。何かで包め、トイレットペーパーじゃない？ほらこれ。あ、違うの？うん、便所に用語な、触んない。トイレットペーパーじゃないのかよ。ここは呪われている一刻も封じるべきだ。待てよ、この紙ならもしかしたら。物は試しないとみよう。和紙を手に入れた。マジか。いや、あんなの分かるわけないやん。たまたまだぞ、今見つけたの。米で。よし、いけた。少し答えるか、持てないことはない。とにかくこれで領主手に入れたぞ。あいつがいるんだ。できるだけ持っていた方がいいだろう。これからは扉の周辺をよく調べた方がいいな。お、ゆきちゃんがいる。ゆきちゃんじゃねえや、間違えちゃうんで、いつもひよりちゃんだね。ここは一体、
それにしては固い加工してない異国の娘か、それとも素性はどうせあれ生きているならどうにかして助けなくては。このあの女子高生の姿をね知らないってことは、これは結構昔の人っつうことだね。この忍者は触れないな、お前にしない。うん、結構昔の人言うことよなこれは。いやくな、うん、なるほど、触れないのがほとんどだろうな多分。うう、おお、おじゃあ、うん、ここはちょっと触れなさそうだね。おい、ちょっと邪魔だ娘、どけ、そこに用がある。どくんだ娘。よし、あ、触れないんかい。日和ちゃんの時なんかアクシデントあったからさ、そこ行けるかな思うだけど、行けないみたいね。まだ通れない、通れないのね、あそこは。ここはもう行ったよね。おお、行ける行ける行ける。ここはあの壁の中か。どこかにこの空間を作り出したやつがいるはずだ、探してみよう。なるほど、とりあえず8番にセーブということで。え、わわ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 わ、なに、おめえか、わたこど。おい、たしどこ、おい、聞こえてるか、どこにいるの、どこ、何のことだ。いや、その話をしている暇はない、お前がここの根源だろ、さっさと葬ってやる。こないで、なんていう、うずうずしい、いまいましい、うずうずしい。これは、はあ、金突じゃ太刀打ちできないな。どうすれば、あの子どこを喰らえ、あの子、おい、そのあの子では何なんだ、あの子知ってるの、どこ、どこにいるの、知らんから聞いているんだ。あの子はとても優しい子よ、親思いで正直者で私によく似てるの、大切な子なの、なのに、どこにも見えないの、あたりは真っ暗、声、声だけ聞こえるの、声だけ、もしかしてすぐ近くにいるんじゃないのか、その子を連れてきてやろうか、本当に、ああ、ただし条件がある、そいつを連れてきたらとっとと焦点しろ、焦点、あの子と、あの子と一緒ならどこでも、だから早くあの子を黙っていろ、早く連れてきてやろう。幽霊の目ん玉って真っ黄色なんてさ、いや、こいつじゃねえだろ。ね、知ってる？天外 神社って豊作祈願のお社なんて。いや違うな多分。まだねちょっと断定するには早いわな。こいつかな？違う。この子？わ、俺多分この子だと思うわ。あれ、誰、誰の声、俺のことはどうでもいい、母親が探しているぞ、母さんどこにいるの、こっちだ、ついてこい。うん、連れてきたぞ、あの子、あの子なの、ああ、お母さんなの、うん、ああ、この子だわ、お母さん、お母さんだ、お母さんの声だ。そういうお母さんはここにいるわ、私の子やっと会えた、あなたありがとう、礼を言われるようなことじゃない、そろそろいいか。ええ、もう分かった、少し我慢してくれよ。おお、かっこいい魔法陣だ。うん、帰ってこられたか、霊宝銃はない、完全に砕けてしまったか、まるで十分持った方だろう、変わったところはないか、改めて探索しておこう。お、よし、さてさてさて、なんか特にでもなさげな感じするけどね。とりあえずさ、
このたまたま集めればいいんじゃない。お、ミッケー。はい、この部屋。あー、おめえらか。いや、カチ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 さ、ひよりちゃんときうるせえなと思ったらおめえらだったんだな。こっち入れる？入れるね。おめえらか、料理してたのは。作ろう。死んでもなお職務を全うする、その心意気惚れます。情けだね。何も情けだね。ここはいいかもしんないね。他どこだろうな。あ、上行けるわ、さっき昇天してやったから。ここある？あ、あるね、玉。みっけ。あららら、お面が増えてるよ。悪趣味なお面だよ、本当にさ。この剣武器なんじゃないの、こいつの。違うか。くる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 。私この忍者は何者なのか。セーブしとこう。お、ひよりちゃんだ。ひよりちゃん、髪？あそこね、暖炉でね、乾かすとこやね、それ。こっちなんかあるか。トイレないよね。お、あるね。霊宝珠の破片？かけらでいいのかな。かけらでいいんだよね。破片じゃないもんね。かけらゲッチュー。さてさてさて、ここも多分特に見るとこないんじゃないかな。なさそうだね。多分今はほんと弾集めることだけに専念しろってことだと思う。お、あった弾。よし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 。おーおーおお、なんやなんやなんや。なんだこれは。ものすごいプレッシャーだ。まさかあいつシャアか。体が動かない。ものすごいプレッシャーだ。ニュータイプか。ぜ、なぜ。なぜあそこを払ってしまわないんですか。せっかく霊宝珠の生成にも成功したというのになぜ。落ち着け。落ち着いてなどいられません。今こそが悲願帝王を払う絶好の好機なんですよ。あれはあってはならないものです。押してる間にも犠牲になっている人がいるというのに、それをみすみす逃すばかりか。彼らに貴重な霊宝珠。俺これ霊宝玉なんて読むんだろう。なんだっけあれ、玉でいいのかな。霊宝珠、霊宝玉、霊宝玉。漢字苦手だわ本当に。それはどういう。我らが社の存続のために必要なもの、それが何かわかるか。信教人です。他に大事なものは。それは多分金だな。それが青いと言うんだ。答えたくありません。それが青いと言うんだ。とにかくあの資産家とは仲良くしておかなければならん。このまでは社が潰る。社じゃない、社？神社か。神社だこれ。神社の人間だこいつ。この忍者っぽいの。急ごう。忍者だよこいつは。そうだそうだそうだ。シュシュッと参上。こうユキがいたとこやな。今あの子を探しに行ったいうことはあるやな。
もうあそこから紙取り出したいうことでええんかいな。日和っちが危ない。俺歩入れるで。なんじゃこりゃ、血だらけやないかい。マジか、血のせいでよく見えないなって。血だらけや、怖いわ。お、こう百鬼夜行なるじゃない。違ったわ、これ霊峰銃の霊峰銃つってるけど霊峰玉なのかな、霊峰株。漢字読めんよ。その霊峰なんとかってのでさ、エンディング変わるんじゃないかな。多分俺そう思うんだわ。うん、絶対そうな気がするで。だってあんなとこさ、見ないとわからなくね、あんなとこに挟まってても。絶対そうだぜ。絶対そうだってばよ。はい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 。多分ここら辺にも何かしらね、怪しいものがね、ありそうな気がするよ。ごめんね、あの、文字を読ませなくて。もしかすると今はそうなんだよ。もうお前の、ほら来た。もうお前のな、知ってる世界じゃねえんだよ。もう平成なんだよ、今は。平成何年だ、今。もう、27年なんだよ。忍者さんよ。お前の知ってる、あれとは違うぜ。これ、一部屋に2個かな、多分。なんか、そうっぽいような、そうっぽくないような。あるね、あそこにも。こっちも行ったんだよね。早い、玉ゲット。よし、入ろう。はい、入ろうってなんで。入ろうでしょ？なんかあるんじゃない？ここら辺にまたさ。読めたらあのところなんとかなんとかって書いてあるけどさ。なんだこいつは。これ神社の下っ端かな？いや、幹部っぽそうだな、こいつ。おー、またか。これちょっとちゃんと全部の部屋見た方がいいかもしれないね。うん。絶対この玉の数でエンディングが変わると思うんだわ。もしくはエンディングに進めないかもしれないからね。ここにはあいつがいるじゃん。まだだね、まだ。これじゃ勝てないよ、多分。弾を集めよう、ちゃんと。全部の部屋見てね。はい、どうも皆さん。この時間がやってまいりましたね。早送りタイム。普段ね、実況者だったらここはカットだけどね、スペシャルで繋ぐよ、私は。今ね、この編集作業しながらね、モンストやってるんだけど、あの、私、リセマラしまくってね、ルシファーが当たったんだよ。んでね、今やっと50個また溜まってから、あの、今、ガチャがさ、あの、愛と勇気のファンタジアっていうね、あの、親指姫だって、あれが来てるんだ。あれがめちゃくちゃ欲しいからさ、あとでまあ50円、じゃないや、10円ガチャか。行きます。その様子もね、動画に撮るんでね、皆さんぜひ見てくださいね。さあ、それでは、また会おうね。じゃあの。よっしゃ、セーブしよう。さて、ご対面だぜ。ここにあいつがいるみたいや。行きまーす。いた、ゆきちゃん。ゆきくん。よりちゃんのおかげで自由になれたです。最初に行くです。どうしたですか？させるか。くらえ、フィンファンネル。
やったか。いや、それにしては手応えがなさすぎる。逃げられたか。ん？これは冷縮曲？読めないよ。誰？いつの間に？俺の姿が見えるのか。え？はい。あなたは一体？ユキ君は？これが冷縮樹か。冷縮樹の力か。少し話をさせてくれないか。なるほどな。それでこんなところにいたのか。はい。あなたは？俺はミハヤだ。天外神社に仕えている。あそこにこんな若い人がいたなんて。おそらく俺は数十年前の人間だろう。え？日和と言ったな。君は彼岸帝についてどこまで知っている？すごく昔からあるお屋敷で怪奇現象がたくさん起こっていて、それで神社と何かやり取りをしていたみたいだけど、何かに襲われて。遥か昔からここは亡霊の住まう土地だった。亡霊？ああ、普通の人間は死んだらそのままあの世へ行くが、稀に現世へとどまってしまう奴がいる。そいつらは知らず知らずのうちに人間を脅かす存在、悪霊になってしまいかねない。天外神社はそのお祓いのために創設されたらしい。よくある話だ。しかしここは尋常じゃないほど亡霊の数が多かった。どれほどお祓いをしても追いつかない。気がついた時にはこの土地は悪霊で埋め尽くされていたらしい。その輩からを一時的に封じ込めるために建てられたのがこの彼岸帝だ。わざと例のこの場所を作ることで他の場所は安泰になった。そんな場所にどうして人が住んでいるんですか？ここはもともと神社の土地だったが、あいつぞやの何とかの時に売ってしまったらしい。そんな。それから彼岸帝には入れ替わり立ち替わり人々が訪れた。そして数年前、いや君からすれば数十年前になるのかもしれない、ある古い書物から霊宝樹だったっけもう忘れちゃったよ。霊宝樹？それ知ってます。確かこの屋敷の住所の日記に書いてありました。これがあれば霊に襲われる心配はないって。そうだ、あれは霊を跳ねつけるだけではない。使いようによっては悪霊を強制的に払うこともできる代物だ。俺は霊法なんとかを使ってここ屋敷ごと払おうとした。しかしそれは失敗に終わってしまったみたいだ。俺は彼岸帝を一時的に封印したに過ぎなかったんだ。そう、確かその封印の最中にあいつに出くわして、それで俺は。あいつ？さっきの子供だ。ユキ君のことですか？そうだ、ユキ君たちがその霊法なんだかっていうのも。あいつの持っていたものはそれじゃない。霊縮玉と呼ばれる霊の力を増大させる恐ろしい石だ。え？じゃあユキ君は本当にその悪霊なんてものじゃない。あれはもっと恐ろしい化け物だ。あれは他のやつとは格が違う。聖者だけでなく霊でさえも魂ごと食らい尽くす。成仏することすらできずに消滅してしまうんだ。そんな。でも私は何もされていません。それは君が霊法なんとか持っているからだろう。ええ、もしかしてこの首飾りが？そういえばユキ君捨ててって言ってた。そのせいで君には手を出せなかったんだ。どこでそれを拾った？猫が持っていたみたいなんです。神社の。神社？はい、首輪なのかなって思ってたけど違うんですね。神社にはまだなんとかがあったのか。じゃあ封印が解けたのはもしかして。岩神は信じがたいことばかりだろうな。はい、獲物だけ嘘をついてるようには見えないんです。それはユキ君も同じ。もう一つ信じてほしいことがある。はい。お、姿が消える。そんな。体が透け。俺はとっくの昔に死んでいる。おそらくここを封印した時、今は霊縮なんとかの力で姿が見えるようになっているだけだろう。皮肉なものだな。に頼らないといけないなんて。怖いか？え、その当然の反応だ。俺もこのままではここにいる奴らと同じ羽目にやってしまった。その前にどうしてもやっておきたいことがある。それはまさか私を襲う気ね？今度こそここを払い切る。あいつもろともな。私を襲う気なのね？そのために君の力を貸してほしいんだ。やっぱりそうね。私の体が目当てなのね。物に触れない。だから君に手伝ってほしい。本当
人はすぐに避難させるべきなんだが。そのお払いっていうものは一体何なんですか。簡単に言えば霊をあの世に昇天。出ました、昇天。昇天来たね。てか長いでしょここ読むの。長すぎだよ。なんかまずはそのなんとか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 、とりあえずまあ簡単に言うと神社に行けってことかな。日和がなか、あ、逆なのね。日和が仲間になりました。あれ早見じゃなくて今俺日和操作してるで。じゃあ9番にセーブと。あれなんかバグってる。びっくりした、抜け道か。ああなるほどね。なんだか不思議な石ですね。それは君が持っていてくれ。え、なんだっけこいつの名前。深根さんだっけ、早苗さんだっけ。深見だ、深見。鍵がどこにあるんだろう。謎だな。まあ、ということでね、ちょっと今回はここまでにさせていただきたいと思います。次回ね、鍵を探す旅にね、早見だっけか、草見だっけ、まあ、それちょっともうということなんでね、まあ次回もぜひ動画見てください。それでは皆さん、じゃあのー。